はい、先ほどまでですね、冠水していた道路なんですが現在、水は引いていますただ、ですね、このように泥が溜まっていまして今もこう作業員の方が泥をかき出す作業を行っていますそしてですね、先ほど重機も到着しまして重機でこの後、まあ泥をかき出していくと見られています。 えー、漏水はです、ね、午後3時頃に始まりましてこの辺りです、ね、先ほど膝ぐらいまで浸かるぐらいの水が溜まっていました周囲の住宅ではです、ね、水浸しになるところもありまして車庫がです、ね、水浸しになるような被害もありました<ー>、えー、現在もです、ね、今、見えていると思うんですが水はあふれ出ている状況が続いていますただです、ね、土納で,で水の流れを作って下水管に流すそういった作業を今、行っています。 函館市によりますとこの,水道,管の破水道管が破裂したことでこの漏水が起きたとみられています周囲の住宅でのですね、断水や水の濁っている状況というのはないということです函館市によりますとこの水道管がおよそ60年前にできたものでこの水道管の老朽化が原因とみて調べています